100歳になった君へこの歌を送る。36,500 回目の朝に僕が旅立ってもう数十年経ったが、愛を感じながら生きられるように身の回りの面倒は僕らの娘の息子に任せてあるから、きっと大丈夫、何不自由のない、悠々簡単な生活だよね。君の歴史に僕が刻んだその形は左手の薬指にまだ残っているかな。言っておくけど今でもちゃんと君を見守っているよ。今度久しぶりに会ったらカシスを飲みつつ愛を語ろう。ありとあらゆる財産は僕らの娘の娘に任せてあるから、そりゃもう大丈夫、何不自由のない、悠々自適な生活だよね。やっと気づいた、やっと気づいた、共に生きるということは共に追いつつ順に去りゆくということを、人を愛する喜びも君も君が教えてくれたんだ。一人じゃない二人だから乗り越えられる、どんなこともいつの世までも君と生き続ける。100歳になった君へこの歌を送る。36,500回目の朝に。ツイキャス、オミキャス。はい、皆さんこんばんは。毎週木曜日のお楽しみ、オミキャスの時間でございます。早いもので今日で68回目、ね、記念すべき68回目でございます。
今日もこのオミフィスタジオからお送りします。よろしくお願いします。はい、静香さんいつも歌詞をねありがとうございます。オープニングは100歳になった君へ、先週の土曜日のねライブ配信から一曲お届けさせていただきました。はい、みほちゃんこんばんは。今日はなんだかいろいろなことがありへこんでいるので、元気になれるようオミキャスを聞きになりました。今宵もよろしくお願いいたします。そうですか、まあね、人生いろいろありますが、縛りようということで盛り上がっていきましょう。はい、あ、キャムさんこんばんは、お邪魔します。ゆっくりくつろいでてください。あら、こんばんは。秘密の猛練習をしてたら始まっていた。秘密の猛練習、何の練習でしょうね。猛練習ですからね、何ですかね。まあ今パーッと思いついたのは、まあ猛練習っつうとね、やっぱ逆上がりね、鉄棒の逆上がりとか、やっぱ秘密の猛練習ですよね。僕もあの娘に付き添いで小学校行ってね、夏休みとかに、ね、行って、秘密の練習したんですが、どうにもこうにもね、まずあの鉄棒の鉄が熱すぎて、娘がもうやりたくないっつって、まあ全然練習にならなかったの今ちょっと思い出しましたが、頑張っていきましょう。シークレットのね、練習ということで、はい、今のチバリオで一瞬で元気になりました。ありがとうございます。チバリオね、はーい、じゃあ乾杯いきましょう。いや、どんどん飲んでテンション上げていかないとね。はい、あ、黒巻で面白いことになってますけど、これ緑の瓶でございます。群馬県の吉田博美さんに投げ日本酒いただきました。こちらね、RZ55 っていうお酒なんですが、もしかしたら RZ55 というかっこいいね、あの読み方かもしれないんですが、の、純米吟醸亀の緒でございます。あれね、秋田県湯沢市のお酒。皆さん、湯沢市ってどこにあるか知ってます？日本地図、ね、ちゃんとイメージできてますかね。まあ、秋田県って東北のね、まあ、皆さんから見ると、こっち側。ね。はい。で、こっち側にあるのが、まあ、宮城とか岩手とか、青森なんですけど、青森から繋がってる真下の日本海側が秋田なんですが、なんか、ね、そう考えると、こっち寄りと思うかもしれませんけど、実はそのど真ん中ぐらい、もうね、向かいが岩手でしょ？岩手と秋田のど真ん中ぐらいのその中心部のところあたり、だから山ですよ。山の中に湯沢市ってありまして。で、さらにもう南に行くとも山形のね、金山町っていうね、町があるんですが、そこと隣接してましてね。まあそのくらいこう、実は内陸の方にあるお酒でございます。なので、内陸のお酒なので、おつまみはね、だから、魚とかじゃないんですよ。刺身とかじゃないんですよ。やっぱり昔はね、もう山の中ですね、イノシシとか、なんでしょうね、味噌系ね、味噌系ですよね。だったり、まあ食、まあ、漬物と日本酒は飲まれるかもしれないですけど、でもどっちかというと こってりしたものが多かったので、こちらのお酒も、それに負けじとね、なんかすごく香り豊かで、膨らみのあるとても美味しいお酒でございました。両関酒造っていうんですけどね、この両関酒造の花村ってお酒が非常に有名で、まあいい酒蔵なんで、いい酒蔵ね、何作っても美味しいなということで、前置きがとても長くなりましたが、元気出していきましょう。乾杯。はい、あ、マキマキさんこんばんは、お久しぶりです。ありがとうございます。ゆっくりとくつろいでてくださいね。はい。はい、しーちゃん。逆上がりのは、子供の頃からできていきません。ケイスケさんの足跡を練習しておりまして、本人へ送る約束しているので、猛練習しています。なるほど。これ誰に対して秘密なんですか、これ。ね。本人も知ってるんですよね、これ。はい。まあ、頑張りましょう。猛練習していきましょう。ね。足跡ね。足跡、まあ、難しくもないんですが、うん。まあでもやっぱ男性のね、歌なんでね。で、やっぱこう、音程の高低差はありますんでね。頑張っていきましょうね。あ、キャメさん乾杯。ということで、このコーナー行きましょう。本日のお見知りおき。I love you, to tame, ishi, liberi, 愛してる、大好き。はい、本日のお見知りおきでございまーす。こちら、ドン。ドドン、ドドン。これね、ちょうど一週間前のね、木曜日だったと思うんですね。
あえてツイキャスでは触れなかったんですけど、ツイッターやフェイスブックにはアップした、まあ、内容なんですが、僕のね昔から使っていた MacBook Pro 13インチレティナディスプレイモデルっていうのがあって、レティナディスプレイっていうのはそれまでの Mac と比べるともうはるかに画質が良くなった、ね、画面のね、クオリティが上がったと、なんだっけな4倍ぐらい良くなったのかな。なのでその粗さがね解消されるんですごく綺麗だってことで評判だったんですよ。その第1号の Mac を僕買いまして、それまでずっと Windows だったんですけど、やっぱほら Mac ユーザーになりたいっていうこうね憧れは日本国民の9割5分の人が持ってると思うんですね。Windows 使って何の不自由もないし何の恥ずかしいこともないんですけど、やっぱ心のどっかで人は Mac を使ってみたいとね、Android スマホを使っていても心のどっかで本当は iPhone 使ってみたいという気持ちがあるんですけど、まあいろんな事情でね、やむを得ない事情でそれを封印したり、まあしてるんじゃないかと。あとまあ変えたら面倒くさいってありますよね。特に Windows でずっとやってる人はソフトがね、Mac に移行しなきゃいけないんで、そこでいろいろとためらうんですが、僕ね2012、3年一年発起で Mac に切り替えて、それからねもう Mac ユーザーまっしぐら一筋でございます。でこの分解したパソコン2012年のやつなんですけど、まあ、去年まで8年間もうメインで使ってまして何の不自由もなかった。で今でも普通にメール返したりウェブ検索とか、まあ、なんか Excel や Word や、まあ、そのデザイン系するにも何の問題もないんです。 Mac 優秀すぎる。ただ唯一ダメだったのが、ライブ配信には使えない。あとムービーとかが再生がどうしてもね弱い、まあ、動画系ですね。だから2012年の頃はやっぱパソコンね販売する側も動画のことはそんなにこう重点的に置いてないわけですよね。 YouTube はあったと思いますけど、 YouTuber とかあんまなかったような気がしますし、動画編集とかは別に個人でやるようなことはなかったんですよね。で去年僕ライブ配信がねもう僕のメインの活動となったので、まあもうそれこそまた一年発起で、まあ、いい Mac を買ったわけですよ。 MacBook Pro ね2020年モデルね30万ぐらいかけましたよね。買って1週間で日本酒がね流れ込む。まああれは不格好、誰のせいでもない、僕のせいでもないし皆さんのせいでもありません。あれは仕方なかった。だけどね僕の Mac は日本酒をちょっと飲んでしまいましてね、本当に泣きそうになりましたけど、まあでもね確かに1年以上経って何の問題もなく動いていて、やっぱ Mac はすごいなと。まあ僕もねやっぱり純米酒いいお酒を流し込んだのが不幸中の幸いだったかなと、まあ、思いますが、今日はその話です。今日はその話じゃないですよ。その話じゃない、その Mac 2012年から使ってた Mac のバッテリーを交換したっていう、このすごくマニアックな話をちょっと皆さんとねしていきたいなと思います。はい、あ、しーちゃん、あそこ気づきました。特に秘密にしておりません。あ、秘密の猛練習とちょっと言いたい年頃なんですね。あれですね、失礼しました。そういう年頃ありますよね。なんだろうな、陰謀論とかすごくこう信じてしまう年頃ね。はい、都市伝説とかね。はい今でもですね。はい、しーちゃんこんばんは、ありがとうございます。はい、Windows も買ったら良いですよ。Mac より安いですよ。そうなんですよね。なんか最近調べて、それこそ去年、なんかね、パソコンをね、まあ買い替えるときに、ライブ配信、Windows の方が実は、しかも、ライブ配信とかに関すると、スペックが高いわけですよ。同じ値段ぐらいだと。なんか昔はやっぱそれ系、もう動画とか、まあ動画っつうか、デザイン系とかね、イラストレーター、Photoshop、まあそういうちょっと重いソフト使うなら Mac だ、みたいな。Mac はサクサク動くぞみたいなね、 Windows はちょっとそこついていけないみたいなイメージがあったんですけど、もうライブ配信とかねはるかに Windows がねなんかこうコスパ良くて、ちょっとね変えちゃおうかなと思ったんですが、まあでもさすがに8年 Mac 使ってて今度逆に Windows に戻れないというね、まあ、現象も起こりつつ、まあ買いましたよ、 MacBook Pro ね。でまあ今2台持ちなんですけど、まあ今結構ね
平等に使ってるんですよ。というのも新しい方に僕はエクセルワードとか入れてなくて、8年経つとソフトの仕組みも変わってて、昔はほら、ヨドバシカメラとか行ってね、ソフトの入ってるなんか DVD のパッケージみたいなやつあったじゃないですか。あれに CD が入ってて、入れてインストールするというパターンだったので、8年ぐらい前ね、エクセルワードオフィスもそれ買ったんですよ。あとほら、セキュリティソフトとか、ね。だけど、時は流れ、8年経つと、もうそんなパッケージ売ってなくて、ネットからダウンロードする形になってまして。しかも、なんかもうクラウド、なんか定額制になってて、年額いくらとか。なんか昔よりはるかに高くなっててですね。だったらね、ちょっと考えようと。どうせ2台あって、別にこの1年ね、どっちか持って外出するわけでもないと。隣にね、Excel 使えるパソコンがあるんだから、その使うときは使って、使わないときは新しい方を使えばいいじゃんかということ。しかも、この1年僕は Google、もうめっちゃヘビー Google ユーザーになりまして、スプレッドシートとかね、Google だけの Excel ワードオフィスがあるんですよ。これがすごくて、ただで。ただで、全然遜色なくて、エクセルとかとね。ただ、互換性がないんですよ。だから、昔のエクセル、コピペはできるんですけど、だから似たようなのを作り直せばいいんですが、まあ、だから昔からのエクセルデータとかは、もうエクセル開いて見るしかないんですけど、あと、結構行政関係とかね、まあなんか公とかの人とかから、添付ファイルでエクセルワード来るときは、新しいパソコンで開けないんで、古いパソコンで開いたりとか。まあまあまあ、そんなことを今粘り強くやってましてね。やっぱ何事も粘り強く、そういうこう、節約のね、節約魂ですよ。ね。ケチじゃないんですよ。節約、節制は美徳だと思ってましてね。はい。はい。まあ今日はその話じゃないです。あ、でもその話なのか。Windows ね。Windows もね、欲しいんですけどね。まあ今日は、その古い Mac のバッテリーがね、パンパンになってしまったと。もう見てください。なんかほら、風船みたいに膨らんでるでしょ。あれ、空気入ってるわけじゃないですからね。あれ、バッテリーが膨張してると。あれ、このまま使い続けてたら、これ、どっかで破裂するんじゃないかっていうようなね。そんな感じなんですが、確かに、この数年ね、古い Mac でこう、いろいろ打ってたら、なんかこう、コロンコロン、なんかバランス悪いなってこう、多々あったんですよ。でもほら、長く使ってるんで、あ、そうかと、下のなんかが熱かなんかでこう、ちょっと変形しちゃったのかなと思って、そういうこともあるよなと思ってたんですね。なので、まあ無視して使ったんですけど、この蓋開けてびっくり、そのバッテリーを変えるためにね、蓋開けてびっくりですよ。あ、完全にこれは膨張したたせいだったんだと気がつきまして。はい。よかったですね、気づいてね。で、そのバッテリーがね、なんで変えようと思ったかというと、その古い Mac の方を使ってたら、なんかね、バッテリーのところの警告マークつきまして、もう、バッテリー変えてください的な。はい、今まで見たことなくて、まあ昔の Windows とかもね、バッテリーがダメになって、だから昔の Windows とかはなんかカパッと外してね、パカッて入れるような電池タイプだったんで、まあそれで済んだんですけど、Mac はそうなんじゃないですよ。だから後ろのね、あれを外して、全部ボードね、ネジ外して、パカッと開けなきゃいけないんですけど、まあ警告が開けてたんで、どうしようかなと。まあ普通に考えたら Apple Store 持ってって、まあ、有料でね、交換してもらうんですけど、やっぱ高いじゃないですか。Apple Store はいちいち高いんですよ。ね。まあ、Mac 自体も高いんですけど、修理とかもいちいち高くて、ただ、全国一律の値段なんですね。電気屋さんとかでやってくれない。まあ、Apple でしかできない。で、調べてみたところ、21,780円。まあまあ、5万とかじゃなかった。2万ちょっとだったんで、まあ、まだ長く使いたいんだったらね、変えてもらうのもありかなと思ったんです。まあ、やんまいない方です。まあ、8年使ってますからね。9年使ってますからね。で、しかもバッテリー代も含むので。なんですけど、まあ、一応念のためにね、自分でできないかなと。やっぱ何事もその感覚大事だと僕思ってまして、自分でできないかな。ね。こんな一見無理そうなことも、もしかしたらできるかもしれない。で、しかも、最近すごいのは YouTube 調べればもう何でも出てくる。ね。絶対いると思って、この世界に自分で Mac のバッテリー変えた人。で、その人は絶対 YouTube 上げてると思って、検索してみたら、やっぱおりまして。
持ってご丁寧にあのネジ外すとこから動画をね、公開してくれてまして、あとはそれ見て真似するだけなんですよ。ね。まあ、まあ、とはいえね、どっかちょっと失敗したら、失敗して電源が入んなくなっちゃったら、もうこの8年間、9年間愛用し続けた Mac は、もうポシャりますし、あの中に入れてソフトとかも全部使えなくなるし、まあデータはね、ちゃんとクラウドに上げてるので、消えることはないんですが、まあとはいえ心の傷は消えないだろうな、というリスクを2万円でそんなリスク背負っていいのかと思ったんですけど、ただやっぱね、男の子ですか。男の子はね、やっぱこう知的好奇心っていうんですかね、そういうもやっぱ、こう、差がですよね。あの、分解したくなる差がね。はい。もう止められず。僕、なんかそういうとこね、止まんないんですよね。あの、開けたくなったらもう開けるしかないと。やっぱ、なんですかね。冒険家の血が騒ぐというかね。はい。私が iPhone に変えてから Android で使っていたアプリはそのまま Android のスマホで使い続け、iPhone にアプリを入れてないのと同じ。あ、だからね、別にね、Android 使えるわけじゃないですか。その電波は入ってないかもしれないですけど、ね、ソフト自体で使う。そうなんですよ。ちょっとめんどくさいですけど、まあそこを手間省けるんであれば、そんだけでね、いろいろ節約になるわけですからね、いいと思うんですね。で、僕は、その、電池交換、調べたところ、電池は売ってないので、なんか、ね、なんですか、互換性があるやつを買うと。で、検索してみたら、やっぱ8年前の Mac の電池ってやっぱ売ってないんですよ、なかなか。特にあの Amazon とかちゃんとショップでね。で、メルカリでね、探してみたらあったんです。1点だけ。しかも、なんか、値段下げましたってなんか1週間前の日付で書いてあって、もう超ラッキー。ね。何年そこにあったのか知らないですけど、ちょうど見た1週間前に値下げしてあって、なんか多分5000円ぐらいするだろうと思ってたのが、2700円で買いました。送料込み。北海道のね、マシューコっていうね、霧のマシューコってあるんですけど、その近くにあるらしい、あの、なんかそういうリサイクルショップがね、出してまして。ラッキーですよ。で、2700円で本当に送られてきまして、3日ぐらいでね。で、その YouTube 見たら、そのいろんな工具があったんですけど、工具もそのシール剥がし。あの、バッテリーの下ね、シールが貼ってた、剥がしたりするんですよ。あの、粘着して、ね、両面テープね。とか、あと空気をシューって汚いでしょ、上の方ね。それの空気をちゃんと払ったりとか、あと手袋とかね。400円ぐらいで全部ね、あの、100均で揃えられまして。だから3100円。21,780 円がね、3100円で済んだんですね。これ、ほら、これ工具。ね。全部100均にありそうな、あれでしょ？いや、今時、便利ですよね。ちらっと見えてる銀色の下のね、あそこ全部ネジ外したんです。Mac のネジっていうのはね、普通の十字のネジじゃなくてね、なんか星型みたいな変なネジなんですね。ただ、その電池パックにね、ちゃんとその開けるのね、ネジ回しもついてたんでね、ドライバーもね。だからできました。で、これを使って、交換したということですね。交換した。ほら、こんな綺麗になりました。before, after. ね。ほら、わかるでしょ？膨らんで、吐いて、吸って、はい、吸って、吐いて、みたいなね。すごい。しかも上の方もすごい、こう、掃除したの分かるでしょ。こんな感じでね、やりまして、まあ、付け替えできたと。ただ、本当に電源入るかなと。ね。もうドキドキしながら電源入れてみたら、問題なく電源がつきましてね。はい。ひろたくん、こんばんは。松尾さんってそういう運は持ってる人ですね。いや、どうなんですかね。多分、僕は、これで失敗したら失敗したというネタで、Facebook とかアップしてたと思うんですよ。そういう意味では、あんまりくじけなくて、いろんなチャレンジをし続けて、なんかこう、成功した話だとまた余計盛り上がって、そういう記憶に皆さんの記憶に残っているだけかもしれないですよ。まあ、いろいろやらかしていますよ。はい。ただ、確かにね。まあ、幸運なことに、ここ一番では、大きな失敗をした記憶はないですね。その、日本酒こぼしてもね、壊れなかったですし。まあ、ラッキーですね。車もなんやかんや、35万キロ乗ったプリウスもね、なんやかんやトラブルありましたけど、致命的な怪我したり命を落とすこともなかったですし、ライブができないっていうのもちょっとあったんですけど、なんか致命的なダメージなかったような気がしてます。まあ世の中捉え方次第かもしれないですね。縛りよーということで、今日のお見知りおきでございました。
本日のオミュージック。はい、本日のミュージックいきたいと思いますけど、本日はね、あれですよ、今日の教えて石井先生では尾崎豊さんのオーマイトルガール特集するんですけども、やっぱ僕ね、この歌持ち曲ですので、カバーソングの持ち曲ですので、この配信のために、本当ですよ、この配信のためだけに録音しました、収録しました。ぜひ盛り上がってください。街並みに佇む君はとても小さく、とっても寒がりで、泣き虫な女の子さ。街角のラブソング口ずさんで、君は口づけせがむんだ。オーマイルガール温めてあげよう。オーマイルガール、こんなにも愛してる。オーマイルガール、二人黄昏に肩寄せ歩きながら、いつまでもいつまでも離れられないでいるよ。君の髪を撫でながら、君を見てるよ。甘えた声で無邪気に笑う僕の腕に包まれた君を、 Oh my little girl、 素敵な君だけを。二人の体すり抜け、いつまでもいつまでも離れられなくさせるよ。歩きながら、いつまでもいつまでも離れないと誓うんだ。はい、尾崎豊さんでオーマイトルガールをお送りしました。
教えて石井先生。わーわー、ありがとうございます。お疲れ様。おはようございます。あら、オールフリー。はい。なんか嫌なことがあったんですか？いや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 、みんな飲んでるのに俺だけ飲んでないのもあれだなと思って。あ、なるほど、みんな飲んでるんですね。みんな飲んでるはず。じゃあ乾杯しましょう。乾杯。はい、乾杯。はい。この音拾えるかな。いい音。シュパコーンって言うの。今シュパコーンって言う。やった、 ASMR 的な。 ASMR。 今日も皆さんお疲れ様でございました。明日も頑張りましょう。乾杯。乾杯。はい、はい、では、はい、コメントを拾わせていただきます。お願いいたします。はい。あ、きょみさん、ゆうすけさん、こんばんは。こんばんは、きょみさん。ちーちゃん、石井先生、こんばんは。あ、こちらこそ、こんばんは。しーちゃん、師匠、こんばんは。秘密の猛練習、頑張ってます。コメントさっきずっと追ってました。ね。足跡猛練習して。足跡猛練習。本人も知ってる足跡猛練習。全然秘密になってない。いやー、だから、あれですよ。はい。もう今、しーちゃんですね、指で弾いてます。指で弾いて、あ、なるほど。ピックじゃなくて。はい。ピックじゃないんですよ。ピックだけじゃなくて、はい、ピックでもストロークしますし、指でバラバラも弾くし、はい、うん、やべえ。高尾さん的に途中でね、こうピックを持って持ち帰るっていうところまでバッチリ練習してるので、はいはいはい、マジで。うん。でたまにピック投げ捨てて、ピック投げ捨てて客席に向かってポイって投げ捨てて、ポイって投げて、それしきちゃんが拾って、そうそうそう、落としたよっつって、パパ落としたよって、歌いながら、パパは歌ってる時に、さよう言うて。歌ってる時に一番前にいた娘がピック拾って私に来るって、落としたよっつって。あれはライブでしか味わえない楽しみでもある。ぐぬぬってなります。そうなので、はい、すごいです。めちゃめちゃもうなんか毎回僕動画楽しみにしてて、練習動画いつももらうんですけど、1年ぐらい前からもういろん、もうしーちゃんもそうですし、全部の生徒さんの動画全部保存してこっそり見て、ああほんとこの子うまくなったなっつって、それ見ながら、はい、オールフリーを飲んでます。オールフリー飲んでますね。祝杯ですね、それは祝杯。はい、応援してます、僕も。頑張りましょう。いいですね、ということで。俺のリトルガールが上達したなってことだね。そういうことね。俺のリトルガールがそう、上達したなって。そういう曲を今日はね、ちょっと解説します。俺のリトルガール。ちょっと俺それ消化できるスキルがまだなかったんですけど。ということで、はい、今日は。行きましょう。俺のリトルガール、オーマイリトルガールです。では、流します。はい、ありがとうございます。なんかさっきも聞いた気がするね、これね。ちょっとバージョン違いでさっきも聞いた気がします。聞いた気がする。なんか誰かがカバーしていた。誰かがカバーしていた。 あ、マニさん、カオリさん、こんばんは。ようこそ、こんばんは。今夜も深夜の音楽塾へ。
ということでですね。そう、大前リトルが先ほど高尾美さんもカバーしてくださってました。そう、もうなんかね、もうなんかこの曲の解説とかもおこがましすぎて、はい。していいのかっていう感じだったんですけど、なんか、ネット上にこの曲の解説が溢れてるので、おー、そうですか。僕が解析して、うんうんうん、嘘だ、お前、石どこ聞いてんだよ、そこかよ、っていうところをちょっと今日は、はい。お話をしたいと思います。お願いします。僕、この曲を初めて聞いたのは、小学校の時の担任の先生がカラオケで歌ってて、ほう、どんなシチュエーション？それで初どこのカラオケ？なんか車の、バスの中とか。いや、ですね、こう、3学期の修了式が終わった後、こうクラス替えするじゃないですかね。はい、はい。学年が上がって、その前にちょっとみんなで、はい。なんか打ち上げじゃないけど、そういう会があったんですよ。そんなことあったの？小学校で。あったんです、あったんです。カラオケ行く。その時に、うん。歌ってて、まあそれが初めてだったんですけど、やべえね。それからその後もちょくちょくこの曲を何度か聴いてるうちに、うんうんうん、僕が思ったのがこれでございます。なんだろう、何思ったんだろう。洋楽の香りがする。あ、よかった、ディスってるわけじゃなかった。洋楽の香りがする。なるほどね、はい。どういうことかと言いますと、はい。じゃあ、早速、さっき歌っていただいた高尾さん、はい、この曲、お前リトルガールの、サビってどこですかね、うん、あ。そう、ちょうど、シータが歌詞つけてくださってるんで、ちょっとこれを見ながらお話します。なるほど。いや、やっぱりね、タイトルがお前リトルガールだから、お前リトルガール、温めてあげよう。だよね、やっぱ、ね、そこサビだよね。ああ、言いたくなっちゃった。なんかすげえ今、ジャパネット的出してる。なんか、音色が。こんなにも、はい。だよね、きっとね。ジャパネット高田的な。こんな歌じゃなかったっけそうそう、ここサビだよね。ここサビですね。うん、じゃあ、続いて、オーマイリトルガールの、A メロってどこでしょう、はい、A メロ？はい。A メロやっぱほら、最初だよ。こんなにも、騒がしいだよね。ジャパネット。街並みに、どのテンションで言っていいか分からないけど。これ、これ A メロだよね、きっとね。はい、それです。うん、うん。では、うん、オーバーリトルガールの B メロってどこでしょう ?B メロ？はい。はい。こんなにも騒がしい街並みに佇む君は、とても小さく、とっても寒がりで、泣き虫な女の子さ。で、A メロ終わりますよね。オーバーリトルガール。サビ。あ、ない。あ、お気づきだと思います。はい。B メロ、作り忘れちゃった？これ。作り忘れちゃったのか、うん。ちょっと、せっかちだったのかわからないんですが。もう行きたい。B メロいらんつって。サビ行きたいんだ俺、みたいな。そうそうそう、これいらないつって。行ったのかわからないんですが、そう、A メロが2つ続くんですね、最初ね。そうだね。確かに。街角のラブソングは、言ってみればその導入部その2みたいな感じで。うんうんうん、なので、うん、俺がこの曲に洋楽っぽいなって感じたのは、この B メロがないっていうところなんですよ。ね、そう。この B メロがないっていうところが、うん、なんか J-POP とその海外の音楽の決定的な違いでもあって、で、これをちょっと比較してみようと思います。はい。はい、まず、日本、こんな作りです。ジャパン。A メロ、B メロ、サビ。やっぱこれですよね。めちゃめちゃわかりやすいと思います。A メロがね、風に戸惑うから始まって。で、B メロがね、人は誰もって始まって。うんうん、で、サビ、一番聞かせたい主題の部分で、見つめ合うと、素直に、ね、ま、サザンの、津波でちょっと今例えましたけれども、うんうんうん、このように、うん、最初ホップがあって、B メロでステップがあって、サビでジャンプっていうこの3段階。そうですね。3段階構成っていうのが J-POP の主流なんですよ。しっくりきますね。やっぱ B メロがちょっとなんかこう、行くよ、今から飛ぶよ、みたいな感じのね。ちょっと下げる。ちょうど、うん、はい、うん。ジェットコースターでいう上り坂のところですね。上り坂。これからで、みたいな、ね、はい、来るぞ来るぞっていうところ。期待を煽る、うん、そんなセクションなんですが、じゃあ、海外だとどうか、うん、こちらです。ブラス。
はい、これどういうことかと言いますと、B メロがありません、まず。本当だ。最初に導入部があって、うん、それが終わったら、とっとと、主題に行きます。本題に。B メロいらんと。余計だと。というよりはですね、そもそも、曲の構成もそうですけど、コード進行とかの作りも全然違くって、J-POP とかって結構作り込むんですよね、コードをね。うんうん。ちょっとピアノを出すと、まあ、例えばこんな感じ。こんな風に結構複雑に、いろんな展開を織り交ぜてというか、場面転換が多くて。けど、海外の曲って、割と単調なループの繰り返しだったりするんですよね。It's she lovely. It's she lovely. これもずっと、この4つのコードの繰り返しなんですよ。まあ、これ今、スティービー・ワンダーの Isn't She Lovely でしたけど、うんうん、このように、ループ、コードをループさせて、で、っていうのがバース。いわゆる導入部。うんうんうん、で、うん、それのちょっとひねった版が主題、うんうん、コーラスっていうところになるんですけど、うん、いわゆる日本でいうサビだと思ってください。ね、ここで一番言いたいこと、うんうんうん、感情的になる部分があって、はい、これが、非常に洋楽的だな。洋楽ってこの、進行が多いなって、構造が多いなって思ったのが僕の研究結果であります。うん、じゃあ、オーマイリトルガールに話を戻すと、はい。はい。君の髪を、はい。で、A メロがあって、A メロというか、バースがあって、ララ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 。で、コラス入ります。とっとと主題に行きます。Oh my little girl. ララ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 ラ。はい。B メロがありませんでした。見事に。うん。構成が、うん。バックっぽい。なるほどね。そう。調べてみると、こればっかりなんですよね。まあ、さっきのスティービー・ワンダーの Isn't She Lovely もそうですけど、有名曲、I just call to say I love you. I just call to say I love you. これも二部構成ですね。あと、カーディガンズのカーニバル。これも二部構成ですね。エリック・クラプトンの Tears in Heaven、うん、ジャミロクワイの Can't Hand Hit、ポリスのメッセージ in a Bottle とか、うんうん。最近だと BTS のダイナマイト、これも二部構成です。なるほど。っていうバースがあって、コーラス、サビの部分はこれが半分になります。単調というか、シンプルなループの繰り返しで、二部構成、うんうんうん。これが、オーマイリトルガールに感じた洋楽、洋の匂いがしたっていう。なるほどね。尾崎豊さんの曲ってさ、他はちゃんと A、B、サビばっかじゃん、基本的に。あ、もう、ありますよね。ね。なんだろうね。シンプル。これはなぜそうなったんだろう。不思議ですよね。なんでなんだろう。今となってはちょっと。真相は聞けないままなんですが。まあ、なくなってるからね。でもね、うん、僕ウィキペディアで気になる情報を見つけまして。お。これは、オーマイトルガールとしてね、皆さん、認知してると思いますけども、これ実は、ご本人が最初に作った時の最初のタイトルはね、オーマイトルガールじゃなかった。なんと。なんと。え？一番最初のタイトルは、セーラー服とリトルガール。なんだって。だったらしいですよ。セーラー服とリトルガール。セーラー服とリトルガール。そっちの方がちょっと気になりますね、なんか。セーラー服好きだもんね、すごくね。セーラー服。いや、俺どっちかってブラザー派なんですけど。そうなんだ。は、いいとして。そうなんですね、セーラー服とリトルガール。だと、これだとちょっとあかんって言って。あかんっつって。オーマイリトルガールに。いや、違うんですよ。セーラー服とリトルガールがあかんっつって、でもデモテープ作って、多分、ソニーのね、プロデューサーに、多分渡したと思うんですけど、その時のタイトルは、隣のリトルガールだった。おお、おお、トトロかよみたいな。隣のリトルガールですよ。なんか急に映画館出ましたね。アニメ映画館出ました、ね。ほのぼの、ほのぼのする感じね。ほのぼのしてます。
隣のリルが温めてあげよう。語呂悪くはないですけどね。隣のリルがこんなにも愛してる。でもなんかちょっとやばい、ちょっとやばいね。隣のちっちゃい子にこんなに。すると隣の小さな女の子あこんなに笑ってるってことですよね。ちょっとやばい感じでなったのかわか、だからかわかんないですけど、なぜかこれがオーマイトルガールになったわけですよ。プロデューサーの意向によって。もうすごいなと。マジックだ。なんかのマジックだ。マジックだし、これ本人もびっくりなんじゃないかと。俺は隣のリトルガール作ったのに、オーマイトルガールに変わってたと。いやもう、だからタイトルから日本語系で完全に洋楽になってた。そう考えると、もしかしたら B メロ消されてる可能性もあるよね。なるほど。本当はあった幻の B メロごとなかったこと、歴史としてなかったことになってる。幻の B メロがあったかもしれない。あったかもしれない説。あ、今度作ってみようかな。オーマイトルガールの幻の B メロ。あーなんか、ネタで、もしもオーマイリトルガールに B メロがあったらっていう。ね。ね。面白いよね。あー、なるほど。ラップ入ってるかも。電気もねえ。まさかの。まさかの。何もねえ、つって。オーマイリルガール。その前な、尾崎の信者から。マジでめった打ちされる。そうそうそう、余分なもの消された説。余分なもの消された説。いや、これはね、尾崎ファンには有名な話なんですけども、はい、シェリーという名曲がありましてね。ああ。一緒になれば。シェリー、俺は歌う、愛すべきものすべてに、っていう歌があって、ああまあ、あ、サビは、シェリー、いつになれば、俺は這い上がれるだろう。シェリー、どこに行けば、俺はたどり着けるだろう。みたいな歌詞なんですよ。うん、これは実は、尾崎豊さんが最初作った時は、全くこんな歌詞じゃなくて、メロディーはほぼそのまんまなんですけど、何百マイルも、走り続けるトラックとか。なんか引っ越しの歌みたいな。遠くの街引っ越すよみたいな。なんか。運送の歌みたいな。運送の歌みたいな。引っ越しの境とかのテーマソング使われそうな感じのね。歌詞なんですけど、これがなぜか、どうしたらそうなったかっていうぐらい変換されて、シェリー、俺は歌う愛すべきものすべてになっちゃった。まあ、やっぱ一応洋楽だよね、シェリーね。純子とかじゃないからね。シェリー。純子は長渕さんですね。純子長渕さん。純子はシェリーだからね。ああ。になったわけですよ。何があったんだろう。これすごいよねと思って。そんなことあるんだ。結構本人傷ついたんじゃないかと。どうだろうね。嬉しかったな。もしこんなにもされちゃった、まあ。こんなにもね。こんなにも。騒がしくされちゃって。騒がしくされちゃってね。いや。そうか。まあまあ、ただソニーという、まあね、竹本兄貴も所属してたソニーですよ、もう、天下のソニー。うん、まあそこでね、作品を作るぞってなると、もうみんなで売れる作品を作るんだっていう、まあもう国家的プロジェクトですから、そうなってくるんでね。うん。まあそういう意味では、まあ一つそれもね、受け入れるってみんなで作っていこうだったかもしれないですけど、まあ僕なんかがね、こう作った曲を、まあソニーとかね、ただ普通になんか世に出すときによくわからないプロデューサーからいやこっちの方がいいからっつってよくわからない感じでね、シェリーとか言われた日には多分傷つくもんね。そうですね、もう汗と涙の結晶の作品を自分の感性で作ってるわけじゃないですか。もうこれが100点だと思って出したものが、うん、なんか謎に30点ぐらいされたっていうね。うんうんうん、ね、愛せないかもね。その曲。いやー、それはありますよ ね。なんか。いや、多分目線というか視点が違うのかもしれないですね。うん、その、作り手と、うんうん、今度それを売る人が、売る人。ね。そう、売る人がどうしたら、市場。ね。市場に対して、刺さるのかっていうのはまた多分違う目線だと思うので。まあ、日本だとしても日本の大部分の人に刺さる曲を作るのか、一部のマニアに刺さる曲を作るのかって変わってくるよね。そうですね。やっぱそこにはやっぱ天才的なプロがいて、それを変換するね。変換機の人がいて、はいはい。それがプロデューサーなんだろうね。
そこにはもう市場を挟まずに、シビアに徹底してね、きっとね、うんうん、仕上げたらそうなったんだろうけど、ただまあ尾崎豊さんでもう物が良かったのと、うん、歌も良くてね、声も良くて、やっぱメロディーメーカーであったんだろうね、きっとね。メロディーはあんまいじられてないことを考えるとね。うん、そうですね。だからこそ、この、世間とのイメージとのギャップで悩んだなんて話もやっぱ残ってるじゃないですか。あの、校舎、ね、夜の校舎窓ガラス叩き割って回ったり、バイク盗んだりとかさ。ちょっと不良のイメージなんだけど、本当は青山学院ね、高等学校ですよ。東京のど真ん中のね。名門ですよ。名門ですよ。そんな夜の校舎叩き回ってないですよ。そんな事実ない。青山学院の中等部に。ね。まあだからね、そのギャップ悩んだなって話は、まあありますけど。まあそういうのも含めて、なんか昔はね、まあ芸の音楽といいますか、そういう世界だったのかなと思いますけどね。だ結局そのプロデューサーさんなのか、うんうん、コピーライターさんなのかわからないですけど、セーラー服とリトルガールから、オーバーリトルガールに変わって、たおかげもあり、うんうん、この曲一番最大ヒット曲なんですよね、尾崎豊。そうなんです。まあ、死後なんですかね。その、この後特集します、野島伸司ドラマ、ね。この世の果てのテーマ主題歌にね、採用されて、まあ死後、ね、うん、亡くなった後に100万枚以上売れてるんです。それが、うんうん、ね、まあ、幸か不幸か、尾崎豊さんとしての、アーティストとしての一番のシングルのヒットとなったらしいです。びっくりですよ。てっきり、I love you とか、ね。卒業とか、この辺が最大のヒットかと思ってたんですけど、うんうんね。そうなんだよね。そうか、セーラー服とリトルガールだったか。セーラー服とリトルガールだった。そうなんだ。意外とね、昔のその、世に出てない曲とかって、フォークな世界の曲多くて、尾崎豊さんはね、うん。ダンスホールとか洒落てますけど、あれもまあ、巧みなね、巧みなアルペジオだったり、あと、雨宿り。で、さだまさしさんの曲かなをカバーしてるの音源残ってたりとか。なんか本当はね、フォーク構造だったみたいですよ。一説によるとね。ああ、はあ、はあ、はあ。17歳の地図はちょっとその香りしますもんね。ああ、そうだね。そうだね。曲調はアップですけど。うん。まあ、コード進行とかシンプルだし、非常に。訴えかけてることが割とフォークのそれだったり。うん、うん、うん。ああ、そうね。クッキーとかもね、そうかもしれないな。はい。あ、マキマキさん、王純子、君の名を言えば、そうですね、長渕剛さん。そういう意味では長渕剛さんは、なんかこう、ある程度、作ったそのまんま、世に出てる感じがしますよね。うんうん、そうですね。割と生々しい男臭さがそのまま。うん。ね。もちろん、お化粧は、もちろんされてると思うんですけど。うん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 。割とそのまんまな記憶が、記憶というか、感覚ありますよね。感覚が、まあ、キャラとしてもね。等身大の長渕剛って感じするもんね、なんかね。はい、あ。いや、なんかいろんな面白い情報がコメントの方にも。プロデューサー、須藤明さん、富山の高岡出身で、ふぶきじゅんさんと同級生。ほう。ふぶきじゅんさんも高岡出身なんですかね。どうやら。ほう。そう、ってことですよね。高岡ですよ。藤子不二雄さんの高岡ですよ。コメント欄なかなか、ウィキペディアにはない情報が見れていいですね。ねえ、売れてる。興味さん、私はシェリーが一番好き。あ、ウィキペディアにはない情報ですね。興味さんはシェリーが一番好き。ね、いや、僕もシェリーが一番好きかもしれない。何が一番好きかと問われたら、悩ましいですけどね。悩ましい。クッキーとか、ラブウェイとかね、うん、永遠の胸とかあるんですけど、まあでも、シェリーかな、フォーゲットミノットかな、ってところですね。悩む。ちなみに僕もシェリーが好きなんですけど、僕のシェリーは限定的で、うん、有明コロシアムでやったバージョンのシェリーが好きです、それは。あのさ、それ動画俺のね、まあ送ってきてくれたもんね。この動画、っつって、はい。そうです。それがね、もう全然声出てなくて。そうそうそう。もう、なんだろうな。もう枯れまくってるんだね。でも魂で、魂で歌っててやばいなと思って。やばい。で、ね、いい感じに風がブワーって吹くんですよ。いい感じに。で、前半ずっとアコギの弾き語りで。そう。もう、汗もびっしょびしょで、もう声も出てないし、へばってはいるし。その歌うあの表情が、なんでしょう、ちょっと抽象的ですけども、神々しい以外で表せないんですよね。もう。
そう、ね、天才だ、これだっていう。うね、もう本当に髪風吹いてたんだね。あ、しーちゃん、はい、17歳の地図が好きです。の、17歳の地図。あ、松尾さんが歌うシェリーは好きです。松尾さんが歌うシェリーは好きです。これはスクショですね、スクショして。それ、私にも送信して、ブルーの時、見るわ。これ、あるかな？これ、なんかどっかで、一回コピーしたからどっかであんのかな？まだ YouTube あるかもね。あの、あれ YouTube だった気がするな。なんかあるな。あと、僕 Twitter でどっか、見つけたら、シェアします。ぜひぜひシェアします。いや、ほんとやばいですよ。なんか、めっちゃ声枯れてて、うん。想像、なんか、ね、魂で歌ってる感じ。魂で歌ってる。もう、そんな、なんでしょうね、その、アーティストって、ずるいなと思うのが、うんうん、その、消耗してても、うん、その姿で、感動を巻き返せるんですよね。うん、ライブとかって、ね、特に。そういうとこあるね。うん。なんか、尾崎豊とかいうシンガーソングライター系はそれがあるから、うん、そう、レコーディングにはない一番の強さってそこなのかなって。なるほどね。そういうご時世だって思いますね。ましてその本人のキャラクターとしても魂の人じゃん。なんかその そうですね、テクニックの人じゃないから、歌、うまい歌を歌、聞かすっていうわけじゃなく。一応入魂の。ね。もう気合が入ってれば入ってるほど観客は震える。そう、説得力のある一言。いや、あそこまで声枯らすの大変だよ、なかなか。大変ですよ。そもそも。なんかスクランブルロックンロールあたりでもうやばかったっすからすでにね。もう結構やばかったっすね。やばかった。なるほどね。なんか想像つくわ。スクランブリンラケンラー。あれの時も、ああ、やばいな。だいぶ声来てるなと思ってましたけど。なんだろうね。まあ、それもまた一つ、はい、演出のスパイスになって、かっこよかったな、なんて。そうだね。そうだね。僕、ジュンさん、中2まで高岡だったそうです。うん、なるほどね。ジュンコは、あ、ふぶきジュンさんで家なき子のお母さん役じゃなかったっけ？違ったか、さ、田中よし子さんか。違う。あ、田中よし子さんですね。そうだね。家なき子。純子は、おじが純子っていう彼女と別れてよく日語りしたって話を母から聞いてから思いました。おぉ、純子、君の名を呼べば。ね、長渕剛さんはね、友人、あの時の、とかね、こう、なんかこう、人の名前シリーズあるんだよね。固有名詞シリーズ。固有名詞シリーズ。やっぱ俺も影響を受けて作ったもんね。高校の時。人の名前、名前シリーズ。お。やっぱ受けるよね、それはね。長渕剛さんも尾崎豊さんも人の名前だったら俺も作んなきゃと思うじゃん、やっぱ。高校生。うん、で、誰も使ってない名前ないかなっていろいろ探して、うん。で、結局見つけ出したのが、ジェーン。ジェーン。ジェーン。あ、これ使ってないなと。まさかの横文字。あ、そうそう。結局ね、シェリー派の方に行って、横文字派の方に行って、で、英語の教科書でさ、いろんな名前出てくるじゃん、外国人のさ。はい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 。そんなジェーンって出てきたよ、多分。で、多分出てきてるんだよ。で、はい。あ、これは歌の中ないなと思って、ジェーンって歌う。うん、で、高2の時作ったかな、ジェーン。ジェーン。ジェーン。で、失恋の歌、失恋の歌なんだけど、いや、これ悪いことしたなと思うんだけど、失恋の歌で、やっぱ対象の人がいるわけですよ。で、それは同級生は、その対象の人を知ってるわけですよ。はいはいはい。で、僕がそのジェーンって歌を歌、まあね、その仲間には聞いてもらって歌ってたりすると、何が起こるかというと、その対象となってるね、女の人が、ね、同級生の女の子が、陰で、その、俺の友達から、ジェーンって呼ばれる。ちょっと申し訳ないことをしたので、悪気なかったんですけどね。あ、ジェーンおるよ、つって。いや、ジェーン言うな、みたいな。これ、そのジェーンどう反応してるか分かんないですよね、なんか。リアクション、ね。本人には多分伝わってないからね、ジェーンが。あー、なるほどね。そうそう、気づかぬまま。気づかぬまま。そんなこともありました。はい、あ。アイラビューを70歳近くのおっちゃんがカラオケで歌って不覚にも泣きそうなところがあります。そう、スナックですね。きっとスナックのシチュエーションでしょうね、これね。スナックはやっぱ尾崎豊かオンパレードですね。70歳の方の。I love you. 味があるだろうね。味があるだろうね。酸いも甘い。全部経験してきて。うん。人工的な感じですが、確かに。でもありますね。そう、結局、ライブの最前列を、俺も
ね、すごい好きなアーティスト撮りたくなるんですけど、うん、この魂の叫びで歌ってる姿をすごい近くで見たくなりますもんね、ライブは特に。うん、うん。飛んでもいいから、うん、とか飛んでもいいから。うん。飛沫飛ぶね。今、めちゃ飛沫飛ぶけどね。うん。もうそれでもいい。まあ今はね、あれですけど。本当だったらね。そうだね。それ。そう。それがライブの良さですよね。うん。そうだね。あ、ヒョウミさん、やっぱり、あの、ジュンコといえば長寿ですが、私は屋敷隆人さん。やっぱりね、屋敷隆人さん好きですからね。好きですか。いいですね。じゃあ、高校生あるあるですね。ジェーンね。いろんなあだ名がね、あって、きっと、ゆうすけも、俺も、影で、なんか、変なあだ名で、女子から呼ばれてた可能性はあるよね。あ、俺、最近同窓会で知ったんですよ。俺、中学生の時何て呼ばれてたか。あ、リアルにあった。リアルにありました。いや、ちょっと前ですけど、うん、これ、影で、肩幅が結構広かったんですよ。うん、なので、俺、影でショルダーって呼ばれてて。そう、あいつ肩幅広いからショルダーって呼ばれてたらしいんですよ、ね。だから、太陽のホエロ的なネーミングセンス。ショルダーでか。中学生的だなと思って。肩、そのまんまじゃん。ショルダー。まんまです、ね。いいな、ショルダー。ショルダーですよ。変態とかじゃなくてよかった。よかったね。まあ、ギリ。あ、準備しました。ついに。あ、準備しました。あ、行っときましょう。はい。いい話聞いたわ。志トーク。はい、では、10時になりましたので、このコーナー行きましょう。石先生がショルダーと呼ばれてたという衝撃の事実をね、聞いた後でテンションが上がってまいりました。上がってない。上がってないけど、オーマイトルガルつながりではあるんですかね。やっぱ、練習の続きですよ。そうですね。ああ、今週ね。ちなみに、ね、俺ね、高校1年生の時に、はい、そんなにこう、親しくなかった女の子2人組から、突然、ねえ、おみおみって呼ばれた。それ結構ポジティブですね、なんか。結構ポジティブな。でもこっちとしてはほら、思春期の男の子で、そんなことは言われたこともないのに、なんか勝手にあだ名で呼ばれてたっていうとこで、あ、むっちゃ恥ずかしかったよ。おいよ、なんかちょっと。おまみたいな。羨ましい。ショルダーより100倍マシですよね。いや、なんだろうな。今見れば、すごく高校生の女子からおみおみって言われたな。今やったらちょっと、にやけちゃいますけど。当時のね、思春期真っ只中の男の子からすると、ちょっともう本当にやめてくれるみたいな。穴があったら入りたい。感じでしたね。ね、今思い出した。なんか二十数年ぶりに。ね。おみおみ。おみおみ。ね、そうですよ。もしかしたら陰で呼ばれるかもしれないですよ。おみおみ。おみおみね、なんかね。今でも言われる。で、今やね、俺のなんかパスワード系とかネタおみおみとか使ってるしね。あ、マジか。マジか。マジか。やっぱなんか影響受けてますね。はい。ということで、今週も野島伸司ドラマ特集いきたいと思います。はい、やったぜ、はい、もう収まりきりません、先週では。ねえ、ちょっとね。ちょっと微妙です。志半ばでトークが終わってしまったんで、消化不良だったんでね。今週も、野島伸司特集したいねと。だったら、曲も、その中から行こうということで、大崎豊さんに I love you 言ったわけですよね。I love you ね。お前とのが言ったわけですよね。という流れで、こっからが今日のメインですよ。いいです。はい。皆さんと一緒に、皆さんの知ってる野島伸司作品も。行きましょう。買っていただいて。いや、やっぱ最初に触れるべきなのは、やっぱこの世の果てですよね。この世の果て。オーマイドルガールが主題歌として起用された。はい、はい。覚えてます？この世の果てというドラマ。皆さん覚えてますか？この世の果て。見た人、ちょっと見たって、前話見た人書いてください。はい。見ただけもいいです。コメントね。ちょっとでも覚えてたらそれでもいいです。はい。ちなみに私は見れませんでした。これ月曜日の9時じゃないですか。月曜日の9時。月曜日の9時は、はい、うちのお父さんがファミコンをやる時間なので、俺ら子供たちはですね、リビングを追放されましたね。
テレビは1台しかなかったんで、しかもね。テレビ1台しかなかったですね。子供出る時間ですよって追い出されて、自分だって、てとかやってるんですよ、って。月9は父親がはみ込ませた。衝撃的だな。1994年。あ、見てた方がいらっしゃいますね。ちーちゃん見てたと思う。マキマキさん見てたって、見たっていうか、存じ上げない。生まれてない可能性がある？生まれてる？生まれてはいるんですかね。1994年。はい。どういう内容でしたっけ？どういう内容でしたっけ？もう聞いてる時点で覚えてないよね。見て似合いですね。これは、僕はね、前話見たんですよ。リアルタイムで。やっぱもう野島ファンでしたんで、もうすでに。その前に、100回目のプロポーズ、愛という名のもとに高校教師、一つ屋根の下。でね、もう野島伸二大ブレイクしてましたので、まあそれで野島伸二脚本ってことでもう多分大々的に宣伝してたと思うんですよ。で、この絵派で、主人公は、鈴木保奈美さんね。だから、愛という名のもとにですよ。で、大ブレイクした東京ラブストーリーもね。また、赤菜里香ちゃんだ。赤菜里香ちゃんが主人公で、ショートカットにしてた、しかも。ああ。ロン毛だったのが、切っちゃって。ショートカット。いいで、妹役で桜井幸子さん。もうほらね、野島伸二作品といえば桜井幸子です。あ、常連です。で僕ね、先週もしかしたら野島伸二と桜井幸子が結婚したっていう、デマを流したかもしれないんですけど、流しました、僕。言いました僕それ言ってないですかね。なんか勝手に勘違いしててちゃんと調べたらそんな事実はなかったです。すいません。桜井幸子は結婚しなかった。違う人と結婚しました。まあだけど毎回ね、毎回のように起用される桜井幸子さんがいて、ただ桜井幸子さんは盲目という設定でした。目が見えない。で男性で三上博史さんがいて、で三上さんはなんかね、なんかちょっとケロイドがある感じだったように記憶してまして、うん、ちょっとなんかもうそこにすでになんか危うい感じ、この世の、まあタイトルこの世の果てですからね、もう危ういですけどね、いろいろ危うい、いろいろ危うくて、で唯一僕シーンとして覚えてるのはその目の見えない桜井幸子さんが三上博史さんに初めて会った時に顔をこう触るんですよ。触らしてっつって。で、あなた彫りが深いわねって、きっとハンサムねみたいなこと言ったんですね。その時に僕も多分中学生ぐらいだったんですけど、あ、そうなんだみたいな。こう触ってわかるんだと思って。ハンサムってって思ったのを覚えてます。純粋な中学生がそう思ったんですね。はい。マキマキさん4歳だったんですね、当時。4ちゃいは見てないですね。この世の果てね。見てても絶対に内容がわかんないですね。4ちゃいだとね。難しすぎる。4ちゃいでこの世の果てわかっちゃったらちょっと大変なことなんですね。大人の4歳。あ、みほちゃん見てました。見てました。あ、みほちゃん見てました。初めて人間で似てるって言われたのが鈴木保奈美さんでした。それまでは漫画の世界だった。なんか前言ってましたね。似てるって言われた。なんとか星人みたいなね。ああ。初めて人間に似てる。あ、でもなんか似てるかもしれない。確かに。なんかこう、目元とか。あ、わかる気がします。当時、そう、僕は3歳でしたね。そうですね。そうそうそう。逆算するとそうなりますね。おみさい、そうそう。僕はもうあれですから。命として誕生した瞬間が記憶がありますからね。まだはい、もうそこ拾わないでいきますまだ父親の中にいた頃からもう記憶ありますか、僕は。なんなら。もう拾わないでいきます。失礼しました、はい、そうだよな、94年。はい、ゲックだ、ゲック。ゲックですよ。ゲックはファミコンする時間じゃないですよ。日本国民のほとんどがドラマを見る時間だったんです。ゲックに出た役者さんはすごいみたいなのありましたよね、なんか。そうね、やっぱ月9の主人公とかがもう俳優のステータスだったりね、ありましたね。まあそうそうそう、そんなこの世の果て、なんかエンディングもすげえ暗かったと思うし、あの時中学生だからあんまり多分ね、はいはい、内容理解してないんですけど、実際多分今見たら、はい、結構やばい描写とか多分あったと思うんですよ。まあ、なんか大人になって感じ方がね、変わるから。なんかその、広告誌とかもそうなんですけど、あの時は何が起こったかよく分かってないけど、
大人になったらその、はい、ちょっとその裏側にある何が起こったかが分かるじゃないですか。その描写だけで、はいはいはい、本当はやばいことが起こっていたけど、はい、テレビだから映せないけど、パタンと倒れた瞬間の下で何が起こってるかとかさ、はい、大人は分かるけど子供は分かんないじゃないですか。多分そういうのが多分ね、はいはい、この世の中でもいっぱいあって、あの PTA とかがもう見せたくないドラマみたいな感じでね、野島伸二作品相当上がってたらしいですね、うん、はいはい、だから今ちょっと見返してみたいですね、どんくらいこの世の果てなのかねどんだけこの世の果ていってのか、ちょっと見てみて。いや、わかりますね、なんかその、うんうん、まあ、この感受性を持ったまま、うんうん、子供の方に見たドラマを見返すっていうのを確かにやってみたい、うんうん、ね、前話見たドラマ、印象が多分変わるんですよね。うんうん、ね。ガンダムとかもそうじゃないですか。なんか、ジオン軍って、別、うん、悪者じゃなくって、うん、なんかどうしても流れ的に、その主人公目線で見ちゃうじゃないですか。連邦軍目線で。でも、敵キャラは敵キャラの背景があって、うん、悲しみがあって、うん、業を背負ってて、うん、家族も背負っててっていう風に見ると、なんか別にどっちが悪とかどっちが善とかってなくって。うん、なるほどね。まあ。なんかその目線で見ちゃうと、多分この世の果てとか、ね、なんか感じ方違ったり違うんだろうなーって。そうだね。まあ何が一番残念かっていうと、ガンダムは長崎で放送してなかったっていうのが一番残念だと思う。オーマイガッド。全くわからない。北斗の拳とかね、ガンダムとか全然わかんない。なんか。おう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 。だから俺が連邦軍とかジオンとか言ってもピンとこなかったのはそこなんですね。エヴァンゲリオンも全然知らないから。あ、全く通ってない。まあ、つまりその、悪役と味方がはっきり分かれてる完全懲悪のドラマが完全懲悪ではないっていう。アンパンマンとバイキンマンね。アンパンマンとバイキンマンぐらいははっきり分かれてる。そう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 。そういうことです。ね、戦争っていうのはね、両方に正義があってね。そうそう、正義の反対はまた別の正義、ね、パレスチナ問題ね、うん、パレスチナ問題、そうそうそう、ね、どっちこんな目線の当時のね、トレンディードラマも見返すと発見があるとかもしたって。そうですね、いや絶対そうなんですよ、見てみたいな、もう一回。ヨミさん、この世果てリアルタイムで見てた。横浜流星主演の2018年の彼氏をローンで買いました。題名がいい。あ、2行目は全く関係ない話だ。流星君。彼氏をローンで買いました。まあ、タイトル、ね、現代的ですね。タイトル、バズるタイトルですね。なんだろうってなっちゃう。確かに確かに。昔はね、激しいのたくさんありましたよね。ありましたね。これよく放送できたなーっていうのが。はい。ね、野島作品もいっぱいありますけど。はい。はい、やっぱ、あれですよ。俺、聖者の行進はかなり衝撃的で。やっぱね。そう。聖者の行進は、なんかあんまり覚えてないんだけど、多分前話見たはずなんだけど、なんかあんまり覚えてないんだけど、はい、まあ、障害者をね、描いてる作品だったわけですよ。まあ、だからこそ、もう本当危ういよね。いろいろ危うかったな、って今思えば。うん、今だったらいろいろ、物議が。そもそもね、演じ方一つでもなんか炎上する感じだよね。そうそうそう。あと、暴力シーンが結構多くて、うん、昔のドラマ。直接的な描写がすごい多くて。聖者の行進は結局、どんなストーリーだった？何で始まり、何で終わったの？結構言葉選んじゃうな。それこそ直接描写になっちゃうから、言葉選んじゃうんですけど。もうネタバレありでいきましょう。ちょっとネタバレありでいいとして、最後どうなった？最後は工場、あの石田一さん扮するトワ、うんうん、トワ、あ、よく覚えてね。そう、障害者の方たちが働いてた工場が火事で燃えちゃう、うん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 、で、その火事の火ついて建物の中に、トワが残されちゃって。うんうんうん。ほう。で、今までその、障害者たちに向かって結構ひどい仕打ちをしていた工場長が。ダンデ安則さんね。そうです、そうです。ね。工場長が、最後にこう、自分がなんでこんな、ね、曲がったことをしてたかっていうのを、告白するんですよ、トワに。ほうほう。これ、こういうことで俺はいきさつがあって、ちょっとこういうふうに引っ張ってしまったと。ほうほうほう。許してくれって。そう。
な風に言って、で、もちろんトアも、もう助かんないですよ。どう考えても助かんなくって。うん、うん、うん、うん。で、火事に巻き込まれて、はい、もう全部燃え尽きちゃって、はい、で、外に逃げ出したお友達とかその仲間の人たちは、うんうん、ああ、トアが死んでしまったって言ってめちゃめちゃ絶望に暮れていたんですけど、はい、トアは、なぜか、隠し通路みたいなところに避難して、生き残ってた、うん。頭いいじゃん。そう。うん。で、そうで、結局助かって、ほう。で、その工場長だけ亡くなって、工場長は亡くなって、で、その後に、これもちょっと言葉選んじゃうんだよな、その工場長がですね、うん、非常に、うんうん、ひな形さんに扮する、たえこ。よく覚えてる。女の子。そう、たえこに向かって、あと、うん、暴力を働いたんですよ。あんまりやってはいけないというか、もう、ダメな暴力をやって、タイパン沙汰になって。うんうんうん、ここまでその工場でやってたことずっと隠蔽してたんですよね。なるほど。工場長の鶴の一声で、いや、俺がやってることを外バラすなよ、みたいな。うんうんうん。けど、明るみになって。なるほどね、最初。てかさ、はい、安藤正信くん出てたじゃん。はいはいはい。安藤正信くんはさ、実は、健常者なんじゃなかったっけ？そうです。ずっと、ね、そう、ふりをしてたっていうパターン。誰かのお兄ちゃんだったんだね、確かね。そう、松本、次はリオちゃんかな。ああ、そう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 、言えない人出てた、松本。お兄ちゃんのお兄ちゃん。ね、守るために演じてたんだよね。で、その、安藤くんも、うん。レン君って言うんですけど。ああ、そんな感じだった。そう、レン君は、酒井のりこさん、扮する先生。のりぴ出てた。そう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 、ノリピーが出てた。で、音楽の先生だったんですよ。ああ。音楽の先生で、その、障害ある方たちに楽器を教えるっていう授業で、うんうん、で、自分ももちろん、その授業に。もう、違った意味で再放送できない感じになってるね。そう、複雑なね、要素が絡み合うんですけど、そうそうそう。安藤正信くんは、死んじゃうんですよ。うん、実は。その後。もう、死んじゃうんですけど、最後に、その、ノリピー、ノリピエ。音楽を歌って、好きだったって告白して、あら。亡くなっていくっていう。ノリピエね。ノリピエは星の金貨っていうね、僕はドラマがすごい好きでね。はい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 、はい。大沢隆夫さんとね、竹野内豊さんが兄弟でね、はい、ノリピエ取り合うんですけど、ちょっと話しとれますけど、うんうん、なんだっけな。なんとかのウサギ。ウサギは、寂しいと死んじゃうのよ。青いウサギ。青いウサギね。はい。はあ、ねえ、まあ、一つ屋根の下のね、小雪で、小雪役でしたから、野島新作品ですよね。はい、いやー。そんな本、ああ、なんかそう、一言で語るのがめちゃめちゃ難しい。なるほどね。もう一回見たいね。前提がいっぱいあって。そう、前提がいっぱいあるから。見たいね。難しいけど、最終的にはもう割とハッピーな。あ、ハッピーなんだ。そこまで。割とハッピー。こんだけ散々なのに、ね、ハッピーなのに、ね。うん。だからその、悪いことは全部バレたので。うんうんうん。あ、ちょっと完全懲悪感があったわけね。そうですね。そう、悪いことは全部バレたっていうところは。なるほど、なるほど。まあ、やっぱね、やっぱ僕はね、そう考えたら未成年が最高なんですよ。ああ、ね、先週もだいぶ語りましたけど。はい。未成年が抜群に面白い。面白かった。まあ、ドンピシャ。主人公たちと年齢がドンピシャ一緒だったからっていうのもあると思うんですけど。はいはいはい。ね。最初は、何気ないその高校生活の描写から始まって、石田一世扮する主人公がね。はい、まあ、あんまり、お兄さんが谷原章介ですよ。そう。今や朝の顔。ね。当時はそんなに有名な俳優さんじゃなかったんです。まあ、むしろ、ちょい役とか、その、谷原章介って認知してなかった。石田一世のお兄さん役、優等生役の彼女が桜井幸子だったんで、ね。その役でね、うん。それで、そんな優秀な兄を持って、超お金持ちの家で、自分は劣等生だと。いうことで、いろいろとこう、むしゃくしゃしてる感じの、が2話、3話と続いてって。うん、でそんな中で、事件が起こるわけですね。香取慎吾演じるデクが。銃を、反町隆史から預かって、うん、それも隆史はチンピラだったわけですけど、役柄としてね。それで、
それをなんかこうおもちゃだと思って遊んでて、で銀行行ったら銀行強盗と間違われ、はいはいはい、でなんか撃っちゃって暴発しちゃって、銀行員が怪我しちゃうわけですよ、うん、で実習してもよかったんですけど、仲間ね、石田先生やその仲間たちが、いや実習させたらデクが捕まっちゃうと、もう一生刑務所の中で過ごすことになると、うん、だからみんなで逃げようってなって、うん、でまあそんな逃げようっていうのも、やっぱみんなそれぞれなんかもうこの世界から逃げたいという何かしら共通の思いがあったわけですよ。その石田先生はそういうもう劣等感から逃げたい、なんなら桜井幸子のこと好きになったんだけど、ボニーさんの彼氏彼女ってことも分かって絶望があって、でグレッチキのね、人もやっぱり甲子園でエラーし、甲子園決勝予選決勝でエラーしたり、でそれ今坂氏に関してはもうヤクザから足洗いたい、うん、河合我門にしては、あ、河合我門の彼女役が浜坂あゆみさんだったんですね、当時の歌手としてブレイクする前の本当可愛らしい、福岡から出たばかりの橋本環奈的な感じでしたよ、うん、ね、をと、まあ、子供ができてしまって、ね、最初お母さんもいいって言ってたんだけど、なんか突き飛ばしたのが階段から突き落とされるという事件があって、浜崎あやめちゃんがね、それが実は落としたのがお母さんだったと、可愛がもんのねお母さんやからと、そこに絶望してた、みんな絶望してたからみんな逃げたんですよ、うん、そのタイミングで、うん、そこから第2部が始まって、今度は山奥の廃校で生活を始める、共同生活、うん、逃亡生活、一気に世界観変わってね、それが面白かったんだよね。で途中でジャーナリストがそれを書きつけて、それを全国放送するんですよ、そっから、うんうんうん、で最終的には最終シーンはもう裁判所なんです、それ、まあ、結局みんな連れ戻されて、学生運動の雰囲気でね、うん、描写もあって、警察が、機動隊が突入して、全員捕まって、はいはい、最後裁判所でみんなでお尻出して終わるっていうね。なんかいい終わり方をしてね。最後爽やかに。はい、あ、10分前、10分前ですね。はい。10分前ですね。2000年もそうですけど、うん、なんかすごい、大人、今だ、自分たちが大人になったら、うん、その、わかるんですよ、その、立場だったり、うん、やっちゃいけないことを。そうだね。あされるべきっていうのはわかるんですけど、うんうんうん、当時やっぱ僕もお子ちゃまだったので、うんうんうん、学生があったんで、うん、突入してきた機動隊がもう悪魔に見えて、僕らに。まあそうだね。そう。そうそう、自分たちはただ自己主張してるだけなのに何邪魔してくれてんだと思って、そうだね。結構それお母さんに聞いた気がするんですよ。なんでこいつらは、うん、なんか一生懸命やってるやつの邪魔をするんだと。おう、いい質問だね。で、お母さんがこう言ってくれたんですよ。うん、知らないって。こう言って私別に僕じゃないから知らないって。なるほどね。まあなんか、なんでしょうね。そういう、なんか僕らの勇気未満シティとかもそうですけど。ああ、懐かしい。僕らの中さん戦争とか。キンキズでしょ未満シティ。あれだ、ほら。そうです。そこにさ、小橋健二君出てたでしょ。はい、出てましたよ。パラリンピックの閉会式のプロデューサーだったんでしょ。ああ、そう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 。華麗なる転身って最近さ、ニュースで見てて、感激したよね。同い年だって。すごいね。いきなり思い出した。未満シティかやろうかって思ってました、僕も今。未成年、じゃ人間失格のキャストが、ね、その辺被ってんだよね。ああ、そうですね。そう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 。本当、僕と同年代の当時の子役俳優陣が、そこ出てて、打ち上げ花火、下から見る、横から見るみたいな、なんかあるじゃん。あったじゃん。はい、あれも、ちょうど我々世代が、沖縄めぐみちゃんとかね。あ、そうですね。がもう、同い年なんですけど、だからその辺が演じてて。それがそのまま人間資格のキャストだったの。うんうんうん、うん。だその当時をきらめく子役たちですよ。ですよ。ですよ、ですよ。いやー、懐かしいな。懐かしい。あ、7分前、そろそろまとめて番宣ありませんか？番宣ありません、大丈夫です。はい。あ、でも言うても、もう時期5分前です。あ、時期5分前。言っときますか、じゃあ。はい。お見送り。
いやいやいや、やっぱ野島伸二話しちゃうともう全然なんか話しきれずに終わっちゃうね。人間失格の話とかもしてないし、あの未成年の話したけど本当かいつまんでダイジェスト私。まああれですよ、やっぱり、うん、見返すのが一番ですね。もう見返すのが一番だね。そうだね。一つ屋根の下ね、俺ね、数年、何年か前に一回全部見直す機会があって。でもね、そのまんまだった。まあ、あれほのぼのストーリーだからあれだけど、普通に泣いたよね。やっぱ最後、あんちゃんがマラソンで帰ってくるとき、うん。で、小学校の時ね、見たんだけど、あれはなんでマラソンしてるのかよくわかんなかったけど、そんな家族の一大事なんで走ってんだろうなとか思ってたけど、やっぱあれね、あれ走ることによって、家族の絆を取り戻そうとあんちゃんが考えたんだなと思ってね、うん、で足くじけながら、ね、まあ描写としては大げさなんですけどね、うん、大げさなんですけど、やっぱそれが良かったりして、ね、安い方が分かりやすい、ドラマはね、ね、でまあ小梅ちゃんに関して事件があるわけですけど、うん、当時はよく分かってなかった、ね、それなんかこう大人の事情、そうですね、ちょっとやっぱ今のとすごく分かって、ましてはもうあんちゃんよりも年上になっちゃってるから、やっぱりすごく憤りを感じたり、はいはい、なんかね、どっちかというと父親目線で見てます、どっちかというと山本学の目線で見てますんで、ね、あの近くにいたあの診療所のおじさんね、おじさんって、おじさんがいたでしょ、多分もうほぼあの目線なんで、どっちかというと、ね、でも立ち位置変わってくるよね、年齢が変わるとね、ドラマの見る目線もね、はい、ごめん、AD さんありがとうございます。反戦。いやー、そうなんです。反戦告知事があれば、ぜひ。特にないですが、僕明日、ワクチン2回目。お、2回目のワクチン。ファイザーワクチン2回目打ちます。で、ファイザーワクチン2回目はその翌日に高熱出るって話なんです。はい、らしいですね。ね。そうすると僕、土曜日夜6時から毎週 Facebook ライブ配信やってまして。はい。それができるのかできないのか、ちょっと当日なんだ分かんないっていうね。ああ、なるほど、なるほど。一応やる気はあるんですけどね。やる気あってもできないことあるじゃないですか。はい、まあ。やっちゃいけないときあるじゃないですか。まあ、男こそシェリーみたいな感じになるかもしれないですけど、ね、情熱があって、魂が込められる感じになるかもしれませんけど。ちょっとご期待いただければ。もしかしたら中止になるかもしれません。ここは、しょうがない。いやいや、まだあんちゃんのせいで、いや、あんちゃんが実はね、まだ、あれ20代なんですよ。一つ屋根の下の江口洋介さんが演じたのが、まだね、27、8とかなの。すごくない？もっと上に見えますよね、やっぱ。ね。もうね、それこそ30後半ぐらいに見えるじゃん、その今、記憶の中では。あれは20後半で、ちーあんちゃん、ね、福山雅治さんが、まだ、大学、医学部生ですから。うん。大学生。まあ、大学、医学部は6年あるから、もしかしたら23、4かもしれないけど。で、小雪が OL でしょ？はい。だからその辺ですよ。20代です、みんな。びっくりした。20代であのキャップすごいな。あのキャップすごいな。キャップ。キャップすごい。クリーニング屋、つってね。ねえ。だから本当に診療所 の近所のおじさんは本当に同い年ぐらいかもしれない、下手すら、あの時めっちゃおじさんに見えたけど、待ってみる。ね、あだって2時、あそう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 、あの30になりました、この前ね、4月にね、あの羊年です、羊年ね、そこは統一してました、そうそう、僕30なんでね、そうね、チーアンさんとしてですね、はい、ね、まあ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 、そんな感じですが、石井さん、来週実はもう曲決まってるというふうにお聞きしてますが。そうなんですよ。来週はですね、はい、あ、終わってしまうけど、9月の16日。はい。これですね、911に同時多発テロの時期でもありますので、ね、まあ、反戦歌の代表曲、ボブ・ディラン、風に吹かれて、Blowing the Wind。はい、と思います。はい、やっぱり、もう、ね、やるな。そう、もう反戦歌の代表曲なので、原点に立ち返ってこの曲やりたいと思います。ぜひ、
お集まりください。はい。お願いします。ではでは、今週もありがとうございました。また、来週もお会いしましょう。ありがとう。